ロゴマーク2025年日本国際博覧会は2025年に日本の大阪府大阪市この花区の夢巣で開催される予定の国際博覧会。略称は大阪、関西万博。2025年日本国際博覧会協会は大阪府で開催される国際博覧会である。登録博覧会に区分されており、総合的なテーマを扱う。 大規模博覧会として実施される予定である。1970年の大阪万博と区別するため、略称は大阪、関西万博となった。2018年11月23日にフランスのパリで開かれた第164回日へ、総会で投票が行われた。最終プレゼンテーションは、バクー、大阪、エカテリンブルクの順で30分間にわたって、 意見を提示し、その後の投票は、コンピューターの無記名投票によって、開催地を決定した。総数の3分の2以上を得た都市が、開催権を獲得され、達しない場合は最下位の都市が脱落。2都市に絞り込んだ場合は、過半数を得た都市が、開催権を獲得することになっていた。最終プレゼンテーション後に行われた初回の投票で、大阪は85票を獲得し、 48票のエカテリンブルクと23票の幕を上回ったが、投票総数の3分の2には達せず、エカテリンブルクとの決戦投票となった。2回目の投票で、大阪が92票を獲得、エカテリンブルクは61票だった。これにより、2025年国際博覧会の開催地が大阪に決定された。日本での国際博覧会開催は2005年日本。 国際博覧会以来20年ぶり6回目で、登録博としても20年ぶり3回目である。大阪で開催されるのは登録博としては1970年に、水田市で開催された日本万国博覧会以来55年ぶり2回目、特別博も含めると1990年に大阪市鶴見区で開催された。 国際下と緑の博覧会以来35年ぶり3回目である。立候補取り下げ会場建設費を約1250億円と見込み、国が400億円、大阪府市が400億円、経済界が400億円負担することとなり、そのうち経済界では松本正義関西経済連合会会長の出身母体 住友グループの白水会と日本経済団体連合会で100億円、関西経済会で200億円を負担する案がまとめれた。その後白水会では松本会長の呼びかけで検討がなされ、2019年9月の会合で100億円の寄付を行うことが決定された。2020年1月に松井一郎大阪市長は物価上昇などにより会場建設費が 約1600億円まで増加する可能性があることを明らかにした。2018年11月23日の万博招致決定を受け、同年12月21日に、世耕広重経済産業大臣が万博の担当大臣に任命され、日本政府は1任0 0人の万博担当大臣を置くことができるようにするための特措法として、平成37年に開催される。 国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律を制定した。これにより2020年9月16日より専任の万博担当大臣が設置された。招致成功を受けて2019年1月に設立された。本部は大阪市の大阪府き市庁舎に所在。2019年10月に一般社団法人から公益社団法人に移行。 ユメスへのアクセス道路は、すでに、ユメサキトンネルと、ユメマ大橋の2本が存在している。鉄道アクセスは、大阪メトロ中央線を2024年度までに、コスモスクエア駅からユメス駅へ延伸する予定である。すでに、ユメサキトンネルの建設時に、鉄道用トンネルも併設されていた。経済産業省が2017年4月7日に発表した、2025年。 国際博覧会検討会報告書では、テーマサブテーマは、以下のようになった。国連が掲げる、持続可能開発目標を達成への貢献。日本の国家戦略ソサエティ5.0の実現。ソサエティ5.0、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、5番目の新しい社会。ICT を最大に活用し、 サイバー空間とフィジカル空間とを融合させた取り組みにより人々に豊かさをもたらす社会。大阪・関西万博は2025年9月に国連本部で開催された国連持続可能な開発サミットにおいて持続可能な開発目標として17の目標を掲げた SDGs が達成された社会を目指すために開催する。 SDGs 達成の目標年である2030年まで、残りとなる2025年は、実現に向けた取り組みを加速するのに極めて重要な、年である。センキックスポ2025万博の理念である、人類課題の解決の場として、日本で開催する意味や価値を国内外に広めると、共に、これからの社会を担う若い世代とアイデアを、創発し合うプロジェクト若ぞ、オンライン。 2025年の誘致を目指す大阪万博に向けて若者からの声を上げ若者自らが主体となって大阪万博を作り上げるためのプラットフォームウェブサイト上では期間ごとに設定されたテーマを参考に SNS 形式でテキスト、画像、動画など自由な形でのアイデア、意見の投稿やお気に入りコメントができる万博の顔となる 2025年日本国際、博覧会アンバサダーが2020年2月14日に発表された。就任したのは、以下の6組2020年7月13日、プロデューサー10人の発表記者会見があった。会場デザインプロデューサー1人、藤本宗介、会場運営プロデューサー1人、石川正る、テーマ事業プロデューサー8人、福岡新一、川森正春。 イナオミ、小山君道、石黒博士、中島幸子、落合陽一、宮田博明。ありがとうございます。